炎で料理ショー、今月はスペイン料理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月の炎の料理人は軽井沢にあるレストラン&バルエステーリャの佐藤シェフ。こだわりの本場スペインの味が堪能できます。では今日はどんなお料理でしょうか。はい、今日はマッシュルームを使いました。マッシュルームのセゴビア風っていうお料理ですね。今回はスペイン産の生ハムを使用して作ります。ではお願いします。はい、じゃあこれはヘタを取りますね、全部。はい、でヘタを取ったやつはもったいないので、もしそういうのは取っておいて、スープにの中に入れたりとか、あと炒め物、刻んだ中に入れたりとかして使ってみてください。他の料理に。はい、耐熱皿にマッシュルームを並べます。そこにみじん切りにしたニンニク、玉ねぎ、生ハムの順に詰め、弱火で加熱します。塩コショウするので、この状態で塩コショウしちゃうと塩が滑っちゃうので、で最初にオイルをかけておきますね。これはもうお好みでちゃんとしっかりかけてもらって、オリーブオイルをかけ塩コショウをしたら火を強火にします。でこうやってグツグツしてきたら、はい、このまま、はい、あ、今度はガスグリルに入れますね。はい、グリルに、はい、ガスグリルで上火弱、下火強に設定し5分間加熱します。そろそろでしょうか。そうですね、出来上がった頃だと思います。はい、わあ、いい音ですね。はい、もうこうやってグツグツいうぐらいまで、はい、最後に刻んだパセリをかければ本格的なスペイン料理の完成。オリーブオイルの香りとマッシュルームの旨味がよく合う一品です。いい香りですね。ホクホク、あとカリッとジュワッと、3段階で美味しさがきました。マッシュルームのいい香りもしますし、あとニンニクも効いてて、生ハムの塩っ気がいいですね。器の中にソースがたっぷりと旨味を吸って残ってるんですよ。このソースにバケットを浸して食べるのも良さそうですね。炎で料理ショー、次回はタコとポテトのアリオリソースです。お楽しみに。今月18日19日の2日間、秋のガス展第2弾を開催いたします。今年最後の大感謝祭、ガス機器のお得なセット販売や各会場限定のワクワクイベントが盛りだくさん。ぜひお越しください。